い、どうも、アルティメット工房のサミです。前の動画ではキング&プリンスのグッズを紹介したんですけれども、今回は TBS ショッピングさんから届いたものをご紹介いたします。前にね、注文していた動画を出したので、何が届いているかっていうのは皆さんご想像がつくと思うんですけれども、私ね、結構テレビショッピングとか弱いから、ちょっとこういうの入れられるとすごい困っちゃうんだよね。1ページ目見てよ、このメロンめっちゃ美味しそうじゃない？ダメですね、こういうのは入れないでください。2つの箱に分かれてきたんですけれども、中身はこんな感じです。たくさん注文したのでたくさん入ってます。どのくらい買ったんだ？1万円以上だと送料が無料だったので、それに合わせて1万円分ぐらい買いました。何を買ったかというと、キング&プリンスから高橋海人くんが出演をしている日曜劇場ドラゴン桜のグッズを買いました。ドラゴン桜の名セリフで、バカとブスこそ東大へ行けっていうセリフがあるんだけど、阿部さん演じる桜木先生がどんなバカな子でも東大に行かせるっていうような、簡単に言うとそういうストーリーなんですけど、学生がメインのお話だからこそ日常的に使えるものがグッズになっていたので、今回は購入してみました。まずはこちら、ドラゴン桜のエアポッツケースです。プラスチックでできているものなんですけど、ここに辰巳学園っていう校章がね入っているんですよ。私今使っているのがこのシリコンケースなんだけど、実際に入れてみました。上のさ、蓋さっきまで取り外せてたんだけど、これちゃんと装着するとこのままね開けることができるので、なくさないかなと思います。ちゃんと充電器のところも穴が開いているので大丈夫です。見えるかわかんないけど、後ろ側にはドラゴン桜って書いてあります。私は結構 AirPods 使うので、ケースはね2つ買いました。こんなしっかりしたプチプチ見たことある？絶対こうやって遊ぶじゃん。すごくない？どんなとこに興奮してんのって感じだけどね。次はペンです。こっちは学生の皆さんも使ったことあるのではないでしょうか。クルトガです。ちゃんとペンの側面に、辰巳学園高等学校ドラゴン桜っていう風に入ってるので、オリジナルグッズ感があって買いました。さらにこちらは採点ペンですね。私は先生でも何でもないし、採点をするものもないんですけれども、買ってしまいました。1万円以上にするために気になっていたグミもね、購入させていただきました。辰巳学園高等学校って書いてあって、校章があって、これね紙でできてるんですけど、この上のドラゴン桜って書いてある蓋の部分がくり抜けるようになっていて、はい、こんな感じです。これ貯金箱になるんですよ。ねえ、ちぎれたんだけど。この中にはプリントのグミが入っていて、見えるかな、100円、令和3年って書いてあったり、10円、令和3年辰巳学園の校章のグミが入っています。10個入っています。これ食べ終わったらこう蓋をして、ここがね貯金箱になっているので、今日からドラゴン桜500円玉貯金をしていきたいと思います。たまったらまた動画で公開しますね。味が気になるから1個食べたい。すべすべもちもちみたいな感じ、すごい、なんかずっと触ってられる。例えて言うならなんだろう、赤ちゃんの耳たぶみたいな触り心地です。いただきます。ちょっと酸味があるヨーグルトの味がする。駄菓子屋さんとかに置いてあったハイレモンの友達わかります？今画像が出てると思うんですけど、この味がします。結構弾力はある方です。さあ続いて、爆弾のごとくでかいものがあるんですけれども、これねおそらくマグカップですね。弾けそうで怖いよね、ここまででかいと。はい、こちらも辰巳学園高等学校と書いてあって、校章が入っているマグカップです。後ろにはドラゴン桜って書いてありますね。私こういうのマグカップとして飲み物を入れて使うことがなかなかできなくて、こういうペンとかこういうのをこう入れて保存したりとかしちゃいます。前にもブラック校則のマグカップがあったんですけれども、それにもグッズのシャープペンとかが入っています。そして最後はティアラの皆さん、高橋海人くんのファンの皆さんは購入すべき商品でございます。瀬戸明くんのアクリルキーホルダーです。顔は本人なんだけど、体はイラストっていうような頭でっかちなアクリルキーホルダーになってます。これも一応2つ買いました。今回はドラゴン桜のエアポッツケース、これはエアポッツプロのケースもあるので、お使いの方を買ってください。ドラゴン桜のプリントグミ、採点ペンとシャープペンシル、クルトガ、マグカップ、
そして高橋海人くん演じる瀬戸明くんのアクリルキーホルダーを2つ買いました。この動画の概要欄にも TBS ショッピングさんのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてください。インスタライブでも高橋海人くんがドラゴン桜のキャストさんと楽しくやっているみたいなことを話してくれていたので、生徒役の方って年齢が近い人がこう集まってるわけじゃないですか。もう高橋くんは高校卒業しているけれども、第二の青春を楽しんでいるような感じがして、毎回ドラマを微笑ましく見ていますし、 King&Prince のメンバーの方々が携わるお仕事、楽しい現場であるっていうのは何よりなことなので、ファンの方からしても楽しい現場でメンバーが働いているっていうのはすごく嬉しいことなので、今後もそういう環境に恵まれてほしいなって思っています。さあ、今回のドラゴン桜グッズ紹介の動画いかがでしたでしょうか。少しでもいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。